10月4日の運動塾通信をお送りしています。なぜブレグジット後の英国では残留派が弱いのか。欧州の大義は絶大な人気がある。その支持者は不思議なほど微力である。今日5日目です。嘆くのではなく行動を起こそう。彼らに最も欠けているのは議会での足がかりである。自由民主党は7月の選挙で保守党の有権者を追い求めるために欧州への支持を弱めた。ただしこの議会中で再び変化する可能性もある。労働党はこれまでキーガー卿を支持してきた。多くの国会議員はブレグジットの分裂をトラウマと感じており、欧州のための労働運動という派閥は阻害されてきた。しかしそれは変えられる。デビッド・キャメロン首相が首相就任以来初めての大規模な EU 反乱を経験するまでに18ヶ月を要した。キーガー卿のリセットが失敗し、支持率がさらに低下し、党の掌握力は弱まると想像してみよう。そうなれば不満を抱くライバルが欧州擁護の旗印を上げるのは魅力的な選択肢となるだろう。労働党左派がキーガー卿のような抜け目なく立ち回るならと、ある冗談好きは言う。彼らはブリュッセルに関心を持つだろうと。ケアじゃなくてキア。キア卿がベルリンを訪問したという事実だけで、キアスターマーの EU への降伏に怒りが爆発。エクスプレスや労働党のブレグジットを裏切りにより次の選挙で敗北するだろう、テレグラフといった見出しが躍った。ユーロ会議派の感情は保守党政府を理解する上で極めて重要であった。しかし 34% という拙い得票率で超過半数を維持している労働党政府にとって重要なのは、残留派の怒りではなく離脱派の失望である。彼らにとって若年層の流動性についてショルツを無視することは慎重さではなく無謀さを物語る。キーガー卿のキャリアを築いた運動はそれを台無しにする可能性もある。残留派がより組織化され、より強引であれば彼らは危険な存在となるだろうということですね。まあ要するに労働党は行動を起こそうと言ってるわけですね。で、議会とのコネが足りないということで、労働党はキーガー卿を支持してるわけですね。で、ブレグジットの分裂でもう嫌になっちゃってるわけですよね。で、それで、この今回の労働党がその当選したわけですけど、弱くなってしまうと、どうなって、労働党のキーガー卿の支持が弱くなっていたらどうなるのかということなんですね。で、今回キーガー・スターマーがドイツに行ってですね、でドイツの若い人たちを子どもたちを受け入れるのを拒否したってことに対して、結構批判があるわけですよね。で、そうしてショルツの提案をね無視するっていうのは、彼が慎重さっていうよりもね無謀だとここでは言ってるんですね。だからそこら辺をどういうふうに今後考えたらいいのかっていうのは、もうちょっと積極的にその EU 再加盟に向けた行動をするべきじゃないかというふうなことを、ここでは言ってるんですね。